What's up, guys? 今回は久々にこの、空挺部隊の出番。これもね、ちょっと結局セラフがちょっとあまりにも弱すぎて、結局このサイレンを採用することにしたという話なんだけど、ここでフェフニールがどこまで使えるかっていう問題も出てくるんだよね。で、このサイレンのセットアップをね、こっちは、真ん中レーザーで両方ディケイ、これはこれで、まあ、一つの完成形。これなんでかっていうと、まずポインターとして、このレーザー使ってるのよ。レーザーがポインターになって、そこに敵がいるからそこを狙うというね、やり方で、このサイレンの内蔵武器の射程が 600m だから、まあ、それに合わせてるわけだね。でね、これ悩んだね。こっちの新しいサイレン、これあれだよ、セラフがクビになったから、ちょ、弱すぎてダメなんだよ、クビになったから。でセラフの代わりにじゃあこいつを入れようってことで、武器何がいいかすげえ悩んでるんだよね。でちょっとまあ 600m 射程、じゃあせっかくならこのブリサント、スプリンターブリサント、これほら前回のアップデートで変わったでしょ、射程距離600になったから、まあ、ちょうどいいんじゃないのってことで、ちょっとやっていってみようかなみたいな。じゃあ行ってみよう。じゃあマップはここだよ、ね、いつもねキツネハーピーのこの卑怯の作戦行くよ。超卑怯だから、これあとドローンパラダイス詰めばもう完璧なんだけど、めちゃくちゃ強いからね僕なんか分かるけど、バカみたいに強いからこれ、ね、上からハリケーン撃つと絶対当たるから。さらにこれパラダイス積んだらレーザーで相手がロックダウンっていうか、ロックダウンだね、ロックダウンしてるとこにハリケーンがドドドッと刺さるからめちゃくちゃ強いで、これあれ入っちゃった、それでも当たってるからいいか、そういう感じなんで、こう下で待機してる間も来るんですけど、なんか最近さ、俺のこのセットアップなんか真似してるやついる。まあ俺がオリジナルって言えるあれはないんだけどさ、なんか真似されてんだよね。俺より先にその人がやったかもしんないけどさ、こう探るじゃん、ほら当たる当たる、ほらほら当たる当たる、これめっちゃ強いじゃあちょっと行ってみるか。よし、行こう。ブリサントでもね、どうなんだろうね、知っちゃうからね、ちょうどいいとこにいるじゃん。よっしゃ、ほら行け。なんか連射おっそ、これでもまあ一応飛行のタイミングと武器のアンロード時間は同じなんだよね。これ地上依頼が暇だな、これ。爽快感はあるけど、なんかこう危険に身をさらしてる時間が長いね。すごい。一発いってみようか。よっしゃ、行くぞ。どんどん。あー、長い長い、これ。ちょっといまいちだな。もっとクイックにアンロードしてくれる武器じゃないと、ちょっと厳しいものがあるね、これ。この機体、ビーコン全然踏めないね。正直言って。あいつ、なんか浮いてるぞ、これ。これ、こいついいや。よし、いける。ほら。あー、これ当てんの6つ。当てんのむずいよ、これ。ちょっと、もう一回よ、これ。ちょ、意外となんか、もっと短時間でポンポンとね、やってくる。ただ、地上にいるときはこれ強いよね、かなり。地上にいても、普通このサイレンはさ、地上にいたら結構すぐやられちゃうんだけど。地上にいてもこれ強いから。まあ、この野郎。強い強い強い。強い強い。これはこれでまあありなのか。でもう一つのセットアップなんですけど。こっちはもうクソ強いよ。威力がダンチ。ここレーザー当たったところに僕ポンと勝手に当たるから。レーザーのところに合わせれば勝手にキルしてくれるから。これも。あ、やばいやばい。言い過ぎた。これね、思わず夢中になっちゃうのが欠点だね。あと地上いるときは弱い、これ。あいつは。やろうか。あ、ほら、やめ
で死ぬからな。まあ、合わせれば結構強いんだ。そんな感じだけど。はい、じゃあ続いて、前々からの構想であったセスタス、クシフォス、セスタス。ただしこれは、内蔵武器との射程がちょっと合ってない。だから、100メートル無駄にしちゃうわけだ。まあ、行ってみようか。さあ、じゃあ行くぞ。ここが近い、ドイツが近い。いないよ。こいつが一番近い。誰かこれ。だ適当に撃ってもそこそこ当たるのがこのクッションスセスタスのいいところだから、まあ行ってみよう。あ、相性すごくいいな。ただアンロードの時間、あ、ちょうどギリギリ。なるほどね。面白さはこっちだな。 V3 という地上にいても多分そこそこ強いな。これこれでありか。ただ、音も考えるとこれはハーピーでやった方が良さそうだね。爽快感がある。爽快感がさっきの V サンプよりは。V サンプはなんか当てるの難しいじゃん。勝手に当たるからね、これ。それで、ほら。なんか全然違うところにあの氷のあれが。まあ、ありかな。ありっちゃありだな。はい、じゃあ続いてこれ。超イモリスタイル。リーパー、月光リーパー。この月光はポインターの意味で置いてるんだけど、多分、リーパーが先に発射しちゃうから、あんまし意味ないかなっていうね。行ってみようか。これはもう開始早々超イモだよ。あれだね、あらかじめ、どこに敵がいるかっていうのを当たりつけないと、これは難しいな。しかもこういう隠れちゃうマップだと。いいや、行くぞ。よし、当たるっちゃ当たるけど、やっぱ2問だとやっぱ半分の威力しか出ないから敵を殺すまではいかないね。つまり2回こう飛ぶ必要があるわけだ。あ、でもあれだな、ちょうどこのクールタイムん、一応クールタイムと、このアビリティのクールタイム、アビリティのクールタイムと、あれは合ってるんだよね。その、リーパーのリロード時間はさ。あー、くそ、あの野郎。締めてもらってくれ、これ普通に強いな、このディケイの。正直だってこれずっと出しっぱでいいからね、レーザーはもうポインターの役割しか果たしてないから。で、あとはそのレーザーの方向にこう合わせてディケイをエイムするだけだから、めっちゃ楽、これ。地上でも強い、これ。これは強い。我ながらすげえいいの考えてたなと。これは結構前に思いついたアイデアだからね。はい、じゃあ続いてこれ。毒武器。これはなかなかアンロードの時間もあってそうでいい気がするんだよな。真ん中の月光はあのポインター役ね。これは別に他のレーザーでもいい。さあ、じゃあ行くぞ。520、こういけるだろ。なんか死にそうだな、あいつ。あ、死んだ。ちょっと待って、待って。これ、ちょっと、遠い。ああ、戻らないと。家に戻らないと的なね。門限ある感じのね。130、これ当たるかな、いけるかな。ああ、ちょっと、クールダウンが長い。そして、ハリケーンがすごい相手の。600、これいけるだろう。ハリケーンめっちゃ来てるな。沈むぞ。ここで、あー、ギリギリ。アンロードまでギリギリか。まあ、ちょうどいいタイミングであるっちゃちょうどいいタイミングなんだね。セッサス、クシフォス、ブリサント、まあ、この辺全部一緒だね、アンロード時間。これはこれでまあ、ありっちゃありか。620か。あ、死んでたい。914、ちょっと遠いな。ちなみにさっきのディケイのコンビネーションは、前からこれ、まあ、その10ぐらいでやってるでしょ、確か動画で。これでいけるかな。え、なにちょっと待って。なんであいつセルスやったこいつ、なんだマスカのやつ、コンピオンじゃないの、これは。多分これ、普通に地上吹いてても普通に撃てるな。わざわざ空中に上がる意味があんまないな、これ。なんか味
方強いね、これ。CB 以降、いまだに誰も取ってない。じゃあ、俺が取りに行くか。600、700。これ、空中戦の誘いかな？来たか、これ。これはこれで面白いけど、なんか、爽快感はなんかいまいちだね。爽快感は、ちょっと今んところセスタスクシフォスに分が上がっちゃうな。ここで掟破りのインシニレーターースパルド。でもね、これパイロットどうしたらいいんだろうな。なんかほら、アメリカ人っぽいやん。アメリカ人っぽいやん。あいつもなんかシールド無視するっていう能力あるし、あとヤンリーだっけ、もう確かシールド無視するから誰にすればいいんだろうね。まあ、一応行ってみるか。基本この機体芋しかないんだよな、正直って。よし、ちょっと全然むずい。いや、もう慣れりゃいいんだろうけど、爽快感は多分あるんだろうし、あと地上では多分強いんだろうけど、なんか久々にこれ、久々にこれ使うから、ちょっと忘れちゃったね、やり方。偏差値をしなきゃいけないんだね、ちょっと時差っていうか、その、差額その、距離の差を読んでさ、うわぁ、これ、迷うなぁ、これ、うわぁ。待って、これめっちゃむずいわ、これ当てるの。通常さ、このゲームってさ、横方向の M しか合わさなくていいわけじゃん。でも空飛ぶと縦方向も合わせる必要が出てくるんだよね。それにこのインシニレーターとか向いてないんだね、要はね。これはちょっとボツかな。もう一回行ってみようかな、この野郎。縦方向もさ、合わさなきゃいけないんだよ。ただアンロード時間はすごく短いから、安全は保証されてる感じだね。なんか重いな。さて、以上で今回の動画は終わり。でね、この思うのが、このゲームね、ロボットの数に対して武器の数が少なすぎると思うんだよね。もっと武器の数が多ければ、いろんな選択肢が広がって、あ、こんな組み合わせがあるのかって、いろんな楽しみ方ができるじゃない。結局武器の種類が同じだとさ、何を使っても大体同じなんだよね。で、これ武器、例えばね、射程距離が300、350、そしたら450とかさ、400とか600、700とか、もっと細かく分ければもっと武器いっぱい作れると思うんだよ。そしたらその分もっと楽しみの幅も広がると思うんだよね。セッティングを煮詰めるのが結局このゲームの楽しさだからさ、俺が思うのはね。それからやっぱし、小武器、中武器、大武器で育成コストが同じというのはおかしい。これは本当に直してほしい。まあ他にもまあいろいろあるね。例えばタイタンが出過ぎだから、例えばほらタイタンをね、その出せる権利を奪い合うゲームとかも、そういうゲームモードで設定していいと思うんだよ。例えばそのど真ん中にタイタンを出す権利をもらえる、そのなんかコインみたいなやつがこうパッと1分おきに出現して、それを奪い合うとかね。まあそういうのでもいいかなと。いや、そんな感じでみんなのね、意見をちょっと待ってる感じが、みんなこうどの武器がこの再燃に合うかっていうのをね、投票して、投票っていうか意見くれると嬉しいなっていう。じゃあバイバイ。